旅するウェブデザイナーみきみきです。私についてはこちらをご覧ください。こちらの動画はオンラインプログラミングスクールテックアカデミーと国内最速のレンタルサーバーコノハミングの提供でお送りしていきます。ミリアではイラストレーター講座やキャンバ講座をはじめクリエイティブな働き方を目指す方のための講座をご用意しています。気になる方は概要欄をチェックしてみてください。今日はですね、Adobe が新しく発表した Adobe Creative Cloud Express の使い方について詳しくご紹介していきます。 Adobe Spark というアプリがもともとあったんですけども、こちらがリニューアルして今回リリースされた Adobe Creative Cloud Express になりました。で、こちらのですね、Adobe Creative Cloud Express は Photoshop と Illustrator Premiere Pro を合体させて簡単にしたデザインソフトです。こちらですね、ソフトのダウンロードは必要ありません。ウェブであればブラウザ上でデザインをすることができます。スマホで使う場合はアプリをダウンロードして使うことができます。で、今回の目次はこちらになります。まずこのエクスプレスでできることを簡単にご紹介していきます。そして次が料金です。そして実際に使い方をご紹介していきます。はい、まずですね、こちらのエクスプレスでできることをまとめてみました。まずは SNS のコンテンツ作成、そしてロゴデザイン、動画の簡単な編集であったり、チラシ、バナー、広告の画像なんかも作ることができます。あとはポスター、名刺、YouTube のサムネイル画像なんかも作ることができます。こちら各コンテンツにテンプレートっていうのが用意されているので、そちらを編集していくだけでクオリティの高いデザインを作ることができます。で、次がですね、料金です。料金はまずは無料でスタートすることができます。まあ、無料でできる機能もたくさんあるので、最初は無料でスタートでいいかなと思います。で、プレミアムプランっていうのにすると月額1078円、年間プランだと1978円です。年間の方が少しお得ですね。3ヶ月無料で使ってみることができます。で、無料版と有料版のできることの比較です。無料版でも背景を削除したりとか、デザインにアニメーションをつけることができます。またですね、Adobe Stock という Adobe が出している写真素材サイトがあるんですけども、こちらの写真のコレクションの一部もですね、無料版で使うことができます。無料版は 2GB のクラウドストレージがあります。で、有料版の場合はさらにプレミアムテンプレートにアクセスすることができたりとか、2万種類を超える Adobe フォントのライセンスフォントを使うことができます。そしてクラウドストレージが 100GB になります。無料版、有料版の違いについては使っていきながらご紹介していきたいと思います。 Adobe のクリエイティブクラウドに契約している人は Express も含まれています。またですね、単体プラン、イラストレーターだったり Photoshop だったりフォトプラン、こういったものに契約している人も Express の有料機能を使うことができます。はい、それではですね、実際に使っていきましょう。ですね、ウェブで検索する場合、 Adobe Creative Cloud Express っていう風に検索をしていきましょう。そうするとこちらのサイトが開きます。で、まずですね、新規登録をする必要があります。でもすでにですね、 Adobe に契約している人はログインからログインをしていきましょう。初めての人は新規登録から登録を進めていきましょう。はい、登録が完了すると Adobe Creative Cloud Express のダッシュボードが出てきます。まず簡単にダッシュボードの見方です。下の方にスクロールをしていくと、クイックアクションを試すっていうのがあります。背景を削除したいときは、こちらからワンクリックでスタートすることができます。あとは GIF に変換とか、ビデオサイズを変更、画像サイズを変更、ビデオ結合、速度を変更っていうのもクイックアクションから試すことができます。はい。そしてちょっとスクロールをしていくと、人気のテンプレートから始める。そしてインスタグラムのストーリーのテンプレートから探したりとか、インスタグラムの投稿、トレンドの背景っていう風に各デザインが出てきます。テンプレートを探したいときは、下のスクロールからインスタグラムのストーリーとかを選んでいくか、ここの検索窓に探したいものを入れていく。例えば、インスタグラムっていう風に検索すると、インスタグラムに関するテンプレートがたくさん出てきます。で、左にですね、カテゴリーにジャンプっていうのがあるので、インスタグラム投稿っていう風にしてあげると、インスタグラムの投稿に関するテンプレートが出てきます。で、いいなと思ったテンプレートをクリックします。で、このテンプレートから作成っていう風にしてあげると、はい、デザインをスタートすることができます。で、こちらのエクスプレスは自動保存なので、保存をする必要はありません。ネットにつながっていれば、エクスプレスが自動で保存をしてくれます。はい、もう一回ですね、トップに戻っていきましょう。
でプロジェクトを保存しますかっていう風に出てきます。まだ編集がないので保存するかしないかを選ぶことができます。ちょっと一回保存しないに戻ります。ゼロからデザインをしたい場合はこちらですね。こちらからインスタグラムの投稿っていう風にするとテンプレートなしでゼロからスタートすることができます。ゼロからしたんだけどテンプレートをやっぱりね使いたいなっていう時はこちらにテンプレートが出ているのでそちらからクリックしてあげると、はい、テンプレートを、ね、反映することができます。カスタムサイズで作成をしたい場合はこちらです。カスタムサイズっていう風にクリックすると幅と高さこちらをクリックして次へっていう風に押すと任意のサイズでデザインを作成することができます。はい、それではですねまず何かテンプレートを編集していこうと思うのでこちらのインスタグラム投稿詳しく見るこのテンプレートから作成をしていきます。はい、今回ですねこのテンプレートを使っていきたいと思います。はい、それではですねまずは写真の入れ替えをやっていきましょう。まずですね写真をクリックしてみます。はい、そうすると右側にですね画像編集っていうのが出てきます。こちらに置き換えっていうのがあります。これをクリックしましょう。はい、そうすると左側に写真が出てきます。こちらから好きな写真を選んでいきましょう。ない場合は Adobe Stock を検索ということで Adobe Stock という写真サイトの中から好きな写真を選んでくることができます。例えば女性っていう風に検索します。はい、そうすると女性の写真がたくさん出てきます。何もついていないのは無料で使える写真です。オープンマークがついているのはエクスプレスの有料プランに登録していると使える写真になります。はい、今回こちらの写真をクリックします。はい、そうすると簡単に先ほどの写真から置き換えて写真を配置することができました。で、自分の写真をアップしたい場合はこちら×を押します。写真をアップロードっていう風にすると自分のデバイスの中にある写真っていうのを配置することもできます。配置したんだけど元に戻したいとか一つ前の工程に戻りたいときは上に戻るボタンがあります。これを押してあげると一つ前の工程に戻すことができます。で、やり直しを削除ってするとやり直したのを戻すことができます。これはコントロール Z、コマンド Z でもできるのでお好きな方を使ってみてください。はい、写真を選択して置き換え押します。女性の写真ちょっと入れ替えていきます。で、次はですねこの写真の背景を削除していきたいと思います。背景を削除したいときは写真を選択しますね。そうすると右側に背景を削除っていうのが出てきます。これを押すだけです。簡単ですね、ワンクリックで削除することができました。で、ちょっと拡大して見てみましょうか。ズームインをするときは下にプラスボタンがあるのでこちらを押していきます。しっかりカットできていますね。細かくカスタマイズしたい場合は有料プランのみカスタマイズすることができます。有料プランの場合消去っていう風にすると丸が出てきます。これですね、筆の大きさを小さくしていきます。いらないところを少しこうポンポンっていう風にしてあげるとなくすことができます。で、逆にですね切り取られすぎたなっていう時は復元っていう風にしてあげると選択の箇所を増やすことができます。で、完了をします。そうすると簡単に背景を削除することができました。次はですね写真を新しく配置していきましょうか。はい、今ですね背景削除したものは一回デリートを押しましょう。選択してデリートボタンで消すことができます。で、新しく写真を追加したいときは写真を押します。で、ここから好きなキーワードを入れて写真を配置していく。そうすると新しく配置することができるので選択してあげて四隅をこういうふうにこうドラッグしてあげると大きくなっていきます。次はですね、文字の編集です。今新作入荷しましたっていうのがあるので、これをクリックするとボックスが現れます。そうすると右側にテキスト編集っていうのが出てきます。で、こちらにですね、新作カラーとかっていう風にしてあげると文字を簡単に変更することができます。はい、そしてですね、文字の色を変えたいときはこちらです。現在のパレットっていうことで、写真の色とか背景の色とかをここで抽出してくれています。クリックすると全体のデザインが合いますね。で、カスタムっていう風にしてあげると好きな色を選択することができます。で、ここにスポイトっていうのがあるのでここから色を取ってくることもできます。で、こちらからですねフォントを変更することができます。クリックしてフォントを変更できます。有料プランだと独自のフォントをアップロードしてオリジナルのデザインを、ね、作成することができます。
フォントたくさんありすぎて選びにくいなっていう時はその他のフォントっていうのを押してあげます。そうするとアートデコとか系統に分けてフォントを選ぶことができるのですごく便利です。左揃え、中央揃え、右揃えっていう風にできたりとか、こちらに曲線グリッド自動揃えっていうのがあります。これをクリックすると半円っていう風なのがあるので、これを押してあげるという風にカーブになります。ちょっと大きくしますね。こういう風に簡単にカーブにすることができます。で、このカーブの角度っていうのは今のところ調整ができないようです。下バージョンもできますね。あとは円にすることもできます。はい、戻したいときはコマンド Z、コントロール Z で戻していきましょう。で、ここですね、VA 間隔ってすると文字の間隔を広げたり閉じたりすることができたりとか、不透明度薄くしたりとか濃くしたりすることができます。そして下にですね、効果っていうのがあります。このシェイプっていうのをですね、オンにしてあげると文字の後ろにですね、背景っていうのがつきます。色も調整できます。今はグレーっぽい色になっているので、こんな感じの色にしていきましょうか。ここにテキストマスクっていうのがあるので、これをオンにしてあげるとこの文字のところを抜くことができます。背景の柄がね、透けていると思います。で、これまたオフっていう風にするとまた文字の色が戻ります。もう一回選択して、今度はシャドウをつけます。そうすると、はい、文字にシャドウがつきました。このシャドウは位置も変更できます。はい、一回選択戻します。で、何もない状態でアウトラインっていう風にすると袋文字をね、簡単に作ることができます。で、この袋文字の色も変えれますね。で、大きさも変更できます。これね、結構ね、今までイラストレーターだったりとかフォトショップとかでね、袋文字作るの大変だったんですけども、これ簡単に選択してアウトラインオンにするだけで袋文字を作ることができます。これね、すごく便利な機能です。で、もう一回選択してオフにしてみます。どんなスタイルがいいのかわからない時っていうのは、ここにですね、新しいスタイルを検索っていうのがあります。これを押してみましょう。そうするとこのエクスプレスがこんなのどうですかっていう風にサジェストしてくれます。どんなデザインがいいかわからない時は新しいスタイルを検索するとどんどんエクスプレスがデザインを提案してくれます。はい、ではですね、ズームアウトしてちょっと元に戻ります。ちょっと 10% ぐらいにしてあげて、次ですね、左側の方を少し見ていきたいと思います。で、文字を新しく追加したい場合は左側にテキストっていうのがあるので、こちらを押していきましょう。テンプレートもあります。こういうのをクリックしてあげるとそのまま入るので、これをダブルクリックしてあげるともうここでね、簡単に変更することができます。見出しとか段落とかフレーズいろいろあります。テキストを追加ってすると、はい、新しくテキストを追加することができます。そしてこちらですね、ヘアサロンとかっていう風に入れてあげると文字を追加することができます。はい、で、次がですね、アイコンです。アイコンボタンが左にあるのでクリックしていきましょう。そうすると今正方形っていうのが出てきました。今までは素材とかを検索して新たに、ね、配置しなきゃいけなかったものをエクスプレスだとこう用意されています。色もですね、簡単に変更できます。こんな感じとか、正方形だけじゃなくて例えば長方形っていう風にすると、はい、長方形のアイコンが出てきたりとか、矢印とか、はい、矢印が出てきたり、何かアイコンを探したいなっていう時はこちらのアイコンをクリックして探していきましょう。そして次がデザインアセットです。こちらをクリックするといろんな素材が出てきます。この素材はね、おしゃれなもの多いですね。星のものだったりとか、インクのような素材だったりとか、これね、配置してあげて透明度を薄くしてあげるとおしゃれな感じのデザインに仕上がりますね。いろんな時は選択してゴミ箱ボタンを押すと消すことができます。はい、次がですね、背景になります。背景を追加したい時は左側に背景があるので、こちらから好きなデザインを選ぶことができます。で、おすすめなのが背景の中のストーンっていうのを検索してあげると少しザラッとした素材が出てきます。で、今ですね、こんな感じで単色の背景の上にこのストーンっていうのが引かれている状態です。これ一回ちょっと消していきますね。はい、そうすると単色のものになるので、背景、ストーンですね。で、選択してあげると背景にピン止めか自由に移動っていうのを選択することができます。背景にピン止めすると背景として固定されます。今回自由に移動にしていきます。はい、そうすると配置されました。で、これをですね、こんな感じで配置していって、はい、で、透明度を下げます。
3色で作成するよりも少しね味のある感じになりますね。今配置したのが一番上に来ている状態なので、これをですねうーっと下げてあげると、はい、下から2番目ですね、背景の上にしてあげると背景っぽいデザインになります。今ですねグーッと下げたんですけども、レイヤーと呼ばれるところ、こちらですね順番の並び替えができます。今このカッコのところが写真の後ろに行っちゃっているので、これをですねグーッと上に持ってきてあげると、はい、見えるようになりました。同様にこっちもグーッと持ってきてあげると、写真の上ですね持ってきてあげると見えます。こんな感じで簡単にですね順番の並び替えっていうのができます。最初ちょっとねこの概念を覚えるの少し難しいかもしれないんですけども、この並び替えここで変更できます。次がですねカラーを変更していきましょう。この左側らへん何もないところを選択すると全部選択が外れます。そうすると右側にカラーっていうのが出てくるので、これをクリックします。そうすると色をですね簡単に変更することができます。はい、シャッフルしていくといい感じの色をですね配色を見つけることができます。いろんな配色に迷ったらこのカラーをねぜひ試してみてください。ただですね戻るのが大変です。やっぱり元に戻したいっていう時はですね、この戻るボタンで一個ずつ今のところ戻らないといけないですね。はい、こんな感じで戻っていきます。こんなぐらいでいいかな、うん、こんな感じでカラーも変更できます。次がアニメーションです。この素材に動きをつけることができます。はい、アニメーションっていう風に押してあげると、文字のテキストアニメーション、ダイナミックとかフリッカーっていう風に変更できたりとか、まあ、フリッカーの中でも変更できますね。カラーシャッフルっていう風に色をねこうパチパチ変更することができたりとか、結構アニメーション面白いですね。写真ズームもできます。こういう風にデザインに動きをつけることもできます。で、サイズ変更です。これはですね有料の機能になるんですけども、ちょっと有料版の方で見ていきます。例えばデザインを作成してサイズ変更っていう風にすると、インスタグラムストーリーとか横長っていう風になるので、クリックすると簡単に横長にすることができます。そしてデータのダウンロードです。ダウンロードするときは右上にダウンロードがあるので、これをクリックして拡張子を選んでいきましょう。アニメーションをつけているときは MP4 ビデオ、こちらでダウンロードしていきましょう。アニメーションつけてない場合は PNG、JPEG、どちらかでダウンロードしていきましょう。はい、PNG の方がおすすめですね。ダウンロードを選択して、ベタ塗りを選択します。はい、こちらでダウンロードして OK と押すと、ダウンロードすることができました。例えば背景を透過します。はい、透過して OK。でこのデータをそのまま背景透明の状態で保存したい場合、そういう時はダウンロードをしてピング、ダウンロードを開始、そして透明ピング、これを選んでいきましょう。そうすると、はい、背景を透過した状態でダウンロードすることができます。はい、次はですね動画編集機能について簡単にご紹介していきます。今のところねできる機能というのはかなりシンプルなものです。はい、アクションを試すっていうところからやっていきます。こちらのビデオっていう風にすると、ビデオトリミング、サイズを変更、結合、切り抜くっていう風にあるんですけども、まずトリミングをしていきます。でこちらにですねドラッグしていくと動画が読み込まれます。はい、サンプルビデオでやっていきます。今は前後を簡単にトリミングするくらいですね。はい、これでダウンロードを押すとトリミングした動画っていうのをダウンロードすることができます。あとはサイズを変更っていう風に押すと、横長のものを正方形にしたりとか縦長にすることができます。で終わったらダウンロードです。あとは速度を変更することもできますね。はい、超高速っていう風にすると、はい、倍速にしてダウンロードすることができます。あとは逆再生なんかもできますね。今のところですね動画編集できる機能っていうのはすごくシンプルなものです。皆さんいかがでしたでしょうか。本日は新しくリリースされた Adobe Creative Cloud Express の使い方についてシェアをしていきました。こちらの動画が参考になったら、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。ミキミキウェブスクールに入学をしていただき、一緒にスキルアップをしていきましょう。こちらの動画はオンラインプログラミングスクールテックアカデミーと国内最速のレンタルサーバーこのハミングの提供でお送りしていきました。また次の動画でお会いしましょう。